はいどうもこんにちは。今回はこちら日本の名車コレクションをチェックしていきます。まず1台目こちらですね。はい、28号です。車の方はトヨタセルシオ1989年式です。 UCF10 です。そして今回の車両の見どころですね。トヨタセルシオ、気品と温かみを感じさせるインテリアデザインを再現。フロントグリルにはトヨタマークのエンブレムを初採用。そして滑らかなパネル面で構成された気品あるプロポーション。世界中の自動車メーカーが衝撃、ワールドワイドな高級車ということで、日本でもセルシオがね登場した時はねかなり衝撃だったと思います。そして今回のね内容なんですが、レジェンダリージャパニーズカーズがトヨタセルシオ初代、名車の系譜トヨタセルシオ2代目、ジャパニーズカー発展史、サスペンションの変遷3となってます。はい、それではね車の方をチェックしていきます。まずねちょっと包装の方剥がしていきます。はい、トヨタセルシオです。ちょっとねケースに入れた状態でぐるっと見ておきます。やはりねセルシオかっこいいです。いきます。パカーン。はい、1989年式のトヨタセルシオです。はい、やはりね高級車というだけあって、このダイキャストカーにしてもねかなり重厚感のねあるデザインが伝わってきます。はい、ホイールこんな感じになってます。ボディカラーもねブラック系でちょっとねツートーンカラー、そして真ん中にねシルバーのねラインがしっかりと入ってます。でこのドアの縁もねシルバーでしっかりと塗られてます。でフロント正面から見るとこんな感じです。ヘッドライトねクリアパーツ入ってまして、かなりね細かくね作られてるのがわかります。かなりね出来いいですね。でセンターねトヨタのエンブレムですね。そしてナンバーのベースにはトヨタの文字が入ってます。はい、ウィンカーとかもかなりしっかりと塗り焼けされていますし、造形もねかなり作り込みがすごいです。はい、右サイド、そして後ろ側ですね。はい、テールレンズもねクリアパーツしっかりね赤とかオレンジとかシルバーとか塗り分けされています。はい、セルシオの文字とかねトヨタのエンブレム、後ろから見るとこんな感じですね。マフラーが左右2本出しですね。そしてボンネットから内装なんですが、ダッシュボードとねこうシートが若干こう色が違うベージュ系のカラーね、シートちょっとアイボリーっぽい感じですね。しっかりとね塗り分けもされてますし、造形もねかなりしっかりされていると思います。はい、このリアのね熱線のねガラスの感じもちゃんと出てますね。はい、それではちょっとね台座の方外してみます。はい、台座外してみました。こんな感じです。結構ね重量感あって、塗装の質感もねかなりいいです。しっかりとねちょっとメタリック感もねいい感じで入ってますね。はい、そしてタイヤとかもねちゃんとこうこんな感じで回ります。はい、こんな感じですね。やはりセルシオいいですね。ミニカーでもなんかちょっと気品がね漂う感じがします。はい、でシャーシ面ねこんな感じになってます。こういったね造形がされてます。マフラー対向部分からねシルバーになってます。はい、1台目ねトヨタのセルシオでした。それではねもう1台チェックしていきましょう。はい、今月ねもう1台はこちらです。はい、29号ですね。はい、マツダのルーチェロータリークーペ1969年式 M13P です。マツダのロータリー車の中でもかなりねマイナーな車が登場しました。そしてこの車の見どころなんですが、こちら FF& 縦置きを実現するため伸びやかなスタイルとなったボディ、他に類を見ない奥まった配置のヘッドランプ、三角窓も B ピラーもなくし開放的なサイドの視界を確保、 FF レイアウトに縦置きロータリー、斬新なデザインが話題を呼んだ高級クーペです。で内容の方なんですが、レジェンダリージャパニーズカーズがマツダルーチェロータリークーペ、名車の系譜マツダファミリアロータリークーペ、メーカー列伝、自動車メーカーの歴史マツダ5、ジャパニーズカー発展し小型トラックの歴史3となってます。それではね車の方をチェックしていきましょう。こちらもねフィルム剥がしちゃいます。はい、ルーチェロータリークーペです。ちょっとねケースに入った状態でぐるっと見ておきます。このような感じとなってます。それでは開封。
カーン、はい、1969年式のルーチェロータリークーペです。はい、サイドから見るとこんな感じで非常にスタイリッシュでおしゃれな感じのデザインだと思います。屋根の部分がね、上ちょっと黒っていうかね、色がね違うという、かなりおしゃれですね。そしてタイヤホイールね、こんな感じです。ホワイトリボンのねタイヤが装着されてますね。この伸びやかなねスタイル、かっこいいです。そして正面見るとこんな感じです。ヘッドライトがね丸めの4灯ということで、こんな感じでちょっと奥まったね配置になってます。デザインがね非常に今見てもねかっこいいしね、ちょっとおしゃれな感じもしますね。見方によってはねちょっと可愛いんではないでしょうか。はい、このような感じでいい感じですね。はい、後ろねこんな感じになってます。クリアパーツね、テールレンズクリアな部分とね赤とかオレンジの部分それぞれ分かれてますね。はい、ちょっとねこのサイドですね、ここの辺ちょっとアップにできたらねアップにしておきたいと思います。小さすぎてねちょっと見えるか分かんないですけど、あとねこちらもねアップにしておきましょう。はい、そしてねボンネットからルーフが見ていきます。はい、フェンダーミラーね黒でついてまして、ワイパーがね左右からこう中心側にね向かった配置になってます。そしてダッシュボードねちょっと黒系の色で、ハンドルが茶色系ですね、ブラウンで、シートがね赤とかね、かなりほんとおしゃれですね。はい、非常にかっこいいです、ね、スタイルもいいし色もね、色の配色がね非常にいい感じです。ではねちょっとねこちらも台座外していきます。はい、こちらですね、これもね結構重量感ありますね。はい、このような感じになってます。タイヤホイールはねやはりおしゃれですね。はい、このような感じでちょっとね下側も見るとこんな感じです。ぐるっとね見ていきます。はい、こんな感じですね。でシャーシですね、シャーシはこのような感じになってます。はい、FF ということでねこんな感じですね。はい、かなりね造形されていると思いますね。はい、こちらねルーチェロータリークーペでした。それではトヨタセルシオとマツダルーチェロータリークーペの基本的なスペックをご紹介しますので、よかったらご参考になさってください。はい、ということで今回は日本の名車コレクション28号トヨタセルシオ1989年式と29号マツダルーチェロータリークーペ1969年式をチェックしました。セルシオの方は実車同様ですね、このダイキャストカーもかなりね作りが良かったですね。塗装とかも非常に綺麗で、このシリーズの中でもかなりね出来の良かった1台だと思います。そしてルーチェロータリークーペの方はなかなかこういったねダイキャストカーにはならないようなね車種が登場したということでね、これもかなりね貴重な車だなと思います。デザインの方はねほんとおしゃれなんですけど、生産期間が3年弱ぐらいで、実際に発売された台数も1000台に満たないというね車だったので、もう街中でね見かけるということはねほぼないだろうなというね、かなり貴重な1台だったと思います。今見てもねほんとおしゃれですし、マツダのロータリーが乗った車の中でもねかなりマイナーな車種だったと思います。またこの日本の名車コレクションシリーズが届きましたらご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、評価、コメントのよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。